簡単な風車と玉し船の折り方の説明をします。白い方を上に向け、四角に半分に折ってください。一度広げ、向きを変え、また半分に折ってください。一度広げ、今つけた折り筋に向かってこのように折ってください。反対側も同じように真ん中に向かって折ってください。向きを変え、真ん中についている折り筋に向かって折ってください。向きを変え、真ん中に向かって同じように折ってください。そしてこのまま三角にこのように折ってください。一度広げ、反対側も三角に折って折り筋をつけてください。広げます。もう一つ広げ、この形にします。そして一番下に斜めに折り筋がついていますので、この折り筋の通りに折っていきます。右と左をこのように開いて潰します。向きを変え、同じように左右をこのように広げ潰します。そして右上を向こう側に倒し、左下を手前に倒すと風車になります。元に戻します。そして玉し船は一度反対裏側に向けて、この斜めの線に沿ってこの四角を見て、斜めにこう三角になるように折ります。そしてこのピラピラしているところをこのように整えると船になります。で、相手にこの船の帆の部分を持ってもらい、目をつぶってくださいって言って、目をつぶっている間にこの部分をこのように変えると、帆の部分だったのが船の先端の部分に変わっているっていうことになります。これで風車と玉し船の説明を終わります。